ません。両チームのスターティングメンバーの変更はありません。はい、行くよ。お待たせいたしました。埼玉県越野高等学校対広島県清水ヶ丘高等学校、まもなく試合開始です。よろしいありますか。よろしいよしありますか。守備につきます。清水ヶ丘高等学校のキーパーを知らせします。ピッチャー中島夏実、キャッチャー塩谷真由、ファースト今田有香、セカンド勝目優月、サード岩月結衣、ショート梶山瑠奈、レフト東優月、センター水島光、ライト堀内佳子、以上です。星野高校の攻撃は1番サード隅田セリナ、ナンバー15、試合開始時刻は13時11分です。2番レフト中村ポコ、ナンバー36。先でやってる。先で。
佐々木心ナンバー5。ナンバー10。
ナンバー11。5番キャッチャー鈴鹿美久ナンバー6。はい、
三田まどか、ナンバー21。Thank you.
ピッチャー変わります。25番に。水ヶ丘高校の選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー中島夏実ナンバー19に代わりまして、山内ココアナンバー25がピッチャーに入ります。Thank you.
返して。最後。
2回の裏、秘密の後高校の得点はありません。代表代わり71番が再出場します。秘密の後高校の選手の交代をお知らせいたします。代表いたしました筒井由里ナンバー6と変わりまして、今田有香ナンバー71がファーストに再出場いたします。5番ファースト今田有香ナンバー71。Thank you.
秘密が向こうの攻撃は10番センター水島ひかりナンバー24いいわけよ、いいわけよ。
点はありません。OK!
星野高校の得点はありません。シートの変更をお知らせいたします。ファースト大城桃子ナンバー18がピッチャーへ、 DP の佐々木心ナンバー5が SP を兼ねファーストへ入ります。3番ファースト佐々木心ナンバー5、4番ピッチャー大城桃子ナンバー18、バッターは6番堀内佳子、7番
梶山ひな。Thank you.
番 DT 小野美里。
らせいたします。ただいまより試合を再開いたします。選手の皆さん、元気に頑張ってください。Yeah!
校の得点はありません。Thank you.
森内加子。Hey!
点は5点です。5番ピッチャー大城桃子。
5番キャッチャー手塚美久、
入ります。20番ライドのお知らせをいたします。8番ショート笠島津弘ナンバー1に変わりまして林乃のナンバー20。5対1で広島県清水ヶ丘高等学校が勝ちました。